合成の助、合成の助、合成の助。現時2年1月8日、1865年2月3日、昭和17年、1942年1月19日は、日本の実業家、日本商工会議所会頭、日本経済連盟会会長、東京伝統会長、東京株式取引所理事長などを歴任。貴族院議員。現時2年1月8日、 呂淳蔵の次男として、美濃国岐阜、現在の岐阜県岐阜市で生まれる。父、淳蔵は、大倉官僚で、大官国貴族院議員に直選された。弟の小作は数え2歳で、三菱財閥の創始者、岩崎八太郎の養子となると同時に、豊か渡ると改名し、兄、清之助と同じく実業界で活躍した。元岩崎勝さ商事社長、岩崎翔太郎は、 聖之助の老い、岩崎豊渡の長男で、追出家、入江愛正は、聖之助の義理の老い、岩崎豊渡の娘婿にあたる。なお聖之助は、生涯独身で、末弟作武氏、純蔵の旧男を養子氏としたが、作武氏は、非全国平戸藩代十二代藩主、松浦仙の三男で、山城国四度藩十二代目、藩主、稲葉正国の養子氏となった。 稲葉忠しの三女、英子結婚した。松浦仙の四男で、出羽国秋田藩主佐竹氏の文家、佐竹東家の養子氏となった、佐竹義人氏の三女、三子が八太郎の着村で、三菱寺所の取締役を務めた、岩崎彦屋太、三菱三代目、総帥、岩崎久也の長に嫁いだため、豪華は、三菱の創業者一族、 岩崎家と二重の隕石関係にあり、岩崎彦谷田の妻と、合勢の助及び岩崎豊和るの弟の妻が、十姉妹同士ということになる。また姉の幸子は、東京川崎財閥の二代目当主、二代目、川崎八重門、東京川崎財閥創業者、初代、川崎八重門の三男についでおり、東京川崎財閥の三代目、当主、川崎森之助。 二代目、八重門の長男、聖之助の老いにあたる。平川小学校、現、千代田区立高地町小学校卒業後、官立東京英語学校、後の一校、さらに、関新八が塾長であった浜城賀氏の教律学者に、通い、明治十年から十二年まで、県立仙台中学、1886年廃にて、学ぶ。帰郷した。 明治十三年には、中島高校の塾が良いとともに、家庭教師が付き英語、漢学を学ぶ。明治十四年同志社英学校に入るも行商する。同級生らに影響されこの年限りで辞め、明治十五年の私塾が良いなどを経て、明治十六年、1883年、東京大学、後帝国大学、東京帝大専科入学。明治十七年、 1884年2月ドイツに留学し、ハイデルベルク大学で7年間にわたって、ヘーゲル、ジョン・スチュアート・ミルなどを研究し、哲学博士号を授与される。明治24年、1891年12月に、帰朝し、農商務省に食卓で勤務する。明治28年、1895年に、日本運送社長となり、会社の再建に当たった。その後は、 在会に一貫して、身を置き、日本メリアス、日本交換、入山祭坦、王子製紙の社長や、取締役を歴任して、各会社の再建を交差せ、特に王子製紙では、新聞のための紙の国産に成功したことが、特筆される。明治四十三年、1 9百0年日本醤油、醸造の再建は、失敗したが、明治四十四年、 1911年東京株式取引所、現在の東京商取引所の前身理事長に就任した。同じ年に貴族院議員になり修正務めた。大正2年、1913年、東京商業会議所特別議員。大正6年、1917年日本工業クラブの設立に参加し自ら専務理事となった。大正11年、 1922年日本経済連盟会場無理時に昭和5年1930年には日本商工会議所会頭に就任し、こうして里は第一次世界大戦後から昭和戦前にかけて日本財界のリーダー的存在となっていった。このほか、東京伝統の再建や内閣参議大倉商古門にも里の手腕が見込まれての起用となった。 しかし、里が世話役となって主催していた若手財界人の勉強会であった番長会が昭和9年1934年定人事件に巻き込まれ番長会会員は検挙された。結局、定人事件は斎藤をる内閣を倒す陰謀で検挙者全員が無罪となった。合成の助を中心として財界の圧戦。 朝廷などで活躍した若手実業家のグループ。東京、番長の里の邸宅で、毎月1回会食したところから、番長会と呼ばれ、1923年頃から1934年頃まで続いた。メンバーとされる人物は、長野守、河合吉成、長崎映造、正力松太郎、小林中、中島熊吉、後藤国彦。 元読売経済部長のちに、京成電鉄社長、中野金次郎、のちに、日通社長、伊藤忠兵衛、金子清太、のちに浅野セメント社長、春田茂美、日中合弁、中日実業専務取締役、渋沢正夫、渋沢栄一三男、岩倉愚子、岩倉愚教三男、松岡純吉、松岡修造の娘婿ら。1933年に、 会のメンバーらが、定人株十万株を入手したことに対し、九百三十四年に、武藤山地経営の時事新報が、番長会を暴くと題した、球団記事を連載し、政治家と財界人の誘着による不正であると、攻撃した。連載中に、武藤が、暴漢に射殺されたことから、番長会の疑惑が拡大し、また、定人事件に絡んで、メンバーが検挙されたことから、 会の名前が広く知れるようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。